旭山動物園で閉園時間を夜9時まで延長する夜の動物園が行われました。日が暮れる少し前から始まった動物ガイドでは、帰省した親子連れなどでにぎわっていました。リニューアルした猿山では、ニホンザルの小さな子どもたちが愛らしい姿を見せていました。休憩所では室内を暗くして夜の動物園紙芝居が行われていました。この紙芝居は特殊なライトを当てると、何も描かれていない部分から夜動物がどのように寝ているか、その姿が現れるという仕組みになっています。どうやって寝てるかな？お布団敷いて寝てる。あ、木の上で、遊具の上で、子どもたちは動物の生態を楽しく学んでいました。北海道に生息する猛獣エゾヒグマのガイドも行われました。そんなためたクマがまず何を食べているかというと、竹の子やツチノコ、そういった山菜を食べているというふうに言われています。肉食と思われがちなエゾヒグマですが、夏は昆虫、秋はどんぐりなどを食べる雑食であることを学んでいました。迫力がありました。楽しかった。楽しかった。夜の動物園、来園者の楽しい思い出になったようです。子育てガイドブック2017年度版を配布中です。妊娠・子育てに関する各種手当や制度、保育所・幼稚園などの情報を掲載しています。詳細は旭川市子育て支援課までお問い合わせください。